はい、ということで今回からヘビーの命というゲームを、まあ、ちょっと強くてニューゲームでやっていきたいと思います。一応強化は現バージョンで、まあ、全部できるとこまで、やったのでやったね、うん。まあ、この状態で、まあ、初見のふりしながら実況をやっていきたいなと思います。推理ゲームは苦手なんでね、考えるのに嫌いなんで、レベルでご了承できたらなと思います。やっていこう。でここから再スタートって書いてあるんで、最初からですね。で、倉庫の資材、もうよくわからんけど、まあ、持ち物は持ってけないから、まあそういうことっすよでこんな感じで、まあ、ぐーっとまあ、レベルを上げていきますと。上げていきました。上がっていく。2万5千。多いのか少ないか知らんけど。まあ、一気にもう27レベルですね。あ、推理レベル上がるんだね、これね。にわかじゃん、ね。それなりにやってるはずなのに、にわかじゃん。じゃ何育成しようか。まあ、腕力は、必要だと思うんですよね。やっぱり、ヘビって、この世界だと、ゴミ扱いされてるんで、僕みたいなね、仮想配信者みたいに、ゴミ扱いされてるんで、まあ、腕力は、まあ、それなりにあった方がいいかなと。まあ、これくらいあればいいんじゃないかなと。はい。でも、知識。まあ、よくツイッターとかでね、ソーシャルゲームとかで、まあ、これ強いみたいな。まあ、言うと、まあ、反感を変えますよね。なんで、最低限、知識ないと、やっぱダメだと思うんで、まあ、ここもちょっと、まあ、振っていこうと思います。で、まあ、あとはもう、推理ゲームなんでね、まあ、推理力なきゃダメじゃんだよね。もう、ぶっぱ。まあ、あともう推理力ぶっぱで、やっていきたいなと。はい。はい。使い切ったんで、まあ、ここにいてもしょうがないんでね、進んでいこう。この旅館は呪われている。はい。なんで、まあいいや。雑だな。行こう。当旅館の利用規約を聞きますか？聞きません。推理レベルの高さを生かし、利用規約の属人に推理して理解しました。やっぱり推理、僕レベルになるとね、やっぱり、まあ、推理利用規約を聞かなくて許可します。停電だ！キャー、怖い！やっぱり呪われてる。そうだね。停電になったところであなたの隊になりました。もうこういう場合最初だからね。まあ、重要ですよ。重要よ、これはもう。やっぱり、推理、まあ探偵なんで、一応探偵って役らしいんで、やって役らしいんで、やっぱり、僕は探偵らしく、レジから、まあ金を抜きましょう、とりあえず。800ゴールド、いいっすね。うん、多分いいと思う。停電に便乗して、誰か、レジから、金抜き取ろうとしてない？してないっすね。抜き取ろうと、クソみたいな。やっぱりこの旅館絶対呪われてるよ。呪われてる。停電の時で騒ぐんじゃないよ！湯婆婆みたい、それをなんか、もっといいことをしてればね、なんか、いい感じだけど。停電だけじゃ呪いを立証できない。確かに。なんか揺れてる。揺れてる。地震でやばい、地震。呪われてる。でも、てっぺっちいだからな。まあ、よくあるよね。発言する、何もしない。宿泊部屋に避難。宿泊部屋に避難。もう旅館から逃げちゃえばいいんじゃない？もう。ね。旅館から逃げよう、もう、これ。うん。よし。あ、このタイミングで帰るとやばいことある。なんで。ああ！神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。どれにしようかな。みんな、旅館から避難をちょっとまずいような気がするんで、まあ、宿泊部屋に、いや宿泊部屋に避難。いやー、これ何もしない方がいいな。うん、何もしない子。地震収まった。よかった。これやっぱり旅館、この旅館呪われてるよ。地震は自然災害なんだから、確かに。まあ、沼津くらいじゃん。蛇がいるくらいか。沼津かなんか、沼津じゃねえわ。ナマズだ。沼津にであることは何でやら。今度は何だ、雪崩が起きた。玄関口で。やべえ。
玄関の雪なだれを調査しましょう。よし、閉じ込められた。裏口がある。よかった、裏口があるわ。よかった、裏口があって。もうこれ以上裏口に裏口立てるな。やったか？もう平気よ。確かにね。隕石降るかもしんない。この調子じゃ裏口も心配。閉じられる前に、確かに。裏口の調査をしますか。まあ、これすると死ぬんで。初見のふりしてるけども、これ飛ばされちゃうんで。これ死んじゃうんで。はい。はい。ちょっと、これで。死ぬ気がするわ。いや、初見のふりしてるんで。これで。裏口にまだ雪なだれがなだれ込んでない。そう。まあ、ヘビー流の言葉で言うと、ね、初見じゃないくせに初見のふりしてるやつだよ、これ。みたいな。うん。そんなノリでやってるんで。こっちは下り坂、うん、よかった。安全だよ。どうせ別の呪いで閉じ込められる。脱出するチャンスは今しかない。そうだな。確かに。長いすりはマシだからな。じゃあ、一緒に帰ろう。蛇のような下等生物と一緒に帰るなと、ユミズとしてのプライドに反する。うわ、ね、このように、過去配信者のような扱いを受けている蛇。なんだ今の音は。獣みたいな鳴き声が聞こえるよ。なんか、けど、これ一発で壊れるんだよ。蛇、耳でかくねってか。耳でかくね。タイラントバームくらいあるじゃん。大型犬。なんか、人の、呪われた犬みたいな顔してるけど。これも呪い。凶暴な犬。噛み殺される。マリオみたいな。マリオみたいな来ていく。警察のものだ。よし、よかった。これで解決だ。今度は警察だ。警察が何の用だ。この旅館には捜査令状が出ている。今現在、ここ凶悪犯が滞在しているとの情報だ。今度は凶悪犯か。もう呪いどころの騒ぎじゃない。うん、凶悪犯がいるなら、なおさらこんな旅館にいる。そういうわけにもいかん。凶悪犯の可能性があるものを旅館から出すわけにもいかん。お勇気もこれからピークになることだし、帰るなら明日にしたい。明日まで確かに凶悪犯と言わなきゃいけない。完全にあの死神が出てくるですよ。メガネの死神が出てくるパターン。メガネの死神。メガネの死神って言った途端出てきたんだけど、メガネの死神が。心配ありませんよ。そこの刑事は、生きたの事件を名推理で解決し、無敗の刑事と呼ばれる人物。なんかジャンプが得意そうだけど、ヒップドロップとか。凶悪犯ならすぐに捕まえてくれる。無敗の刑事？本当かな？それは本当よ。この刑事さん過去にも、ルカの難事件を名推理で解決してくれたからね。過去にも。過去は殺されてないのか。発言しよう。はい。あえて、いや、いいや、名乗るわ。どう最近。今言うほどのこともない勘だ。結局、凶悪犯ってのがピンとこない。情報が少なすぎる。まず、その凶悪犯ってやつは、人間なのか、蛇なのか。いや、人間っしょ。蛇だったら代わりに駆逐。物騒。凶悪犯に詳しい情報はまだ不明。わかっているのは、あ、意義。そうだ、おかしいぞ。人間か蛇も、特定できないのに、情報源。ソースどこだよ、ソース。おい。レスバが始まるぞ、これ。ツイッターの。こいつ、スクショしてきた。この探知犬が探し当てた結果、この旅館だったわけだ。警察犬が犬に選ばれただけで捜査令状だなんて迷惑な話だ。この犬の優秀な、この犬は、危険物の察知に関しては、嗅覚、抜群の嗅覚。重度の危険物なら半径1キロ。ハンターハンターみたいになってんな。こいつだけ。危険物に限らず、生き物でも犬を嗅ぎ分ける。絶対念能力者。だったら誰が凶悪犯なのか、そのお犬様に嗅ぎ分けてもらおう。詳しく探知する可能、価値がある。ぐるるるる。ぐるるるる。今ので分かった。データは取れた。今分かりやすく数値化。数値化。最先端技術を用いれば、数字だけで犯人を割り出せる。やった、解決だ。数字が一番合理的で嘘つかない。犬の嗅覚。探知犬の数値自体一応間違ったことがない。加藤。
なんか、アーロンみたいなこと言うね、アーロンみたいな。攻撃力。気圧系がやっぱ、気圧圏より強いんだ、ヘビ大型種が。攻撃力とかなんかゲームのような数値も出てるよ。攻撃力が危険度数。一番高いやつが凶悪感。危険度指数が高め設定されてる。ヘビは危険だからね。毒を持つタイプもいれば、巨大でヘビをビッタン。ビッタン。どうせ冤罪だろ。そうね、冤罪の可能性もある。ミミズかムカデあたりと見間違えたが、ヘビに対して過信は器物だ。化けの皮を剥いだらどうなることやら、財布になっちゃうんじゃない。脱皮したばっかりだけどね。屁理屈ない。今は無害を装っていずれ尻尾を出す。確かに、人っ子に出してるね。もういいだろうね。とにかく今回の凶悪はもうヘビの可能性が高い。気に入らねえな。数字、ラベルやられてる、貼り付けるする、契約のやり方。俺たちは馬じゃねえんだぞ。いつから やめろ。いつから強化水月を使えると錯覚していた。どうせ蛇より、数値か雑魚扱いだから悲願だよ。弱、ミミズ。こういうキャッタの3回よ。てめえは胸口叩いてないでさっさと推理しろ。んで、結局誰が凶悪か。まだはっきりとはわからない。ここに以外の客は、はい。その犬最大で、確かに。反応しない。大雪の中に来たから鼻水が詰まったのかもしれない。はい。まあ、宿泊施設に行っちゃうと、話飛んじゃうんで。はい。この中にいる！そうだね。ケスケの調子が悪いんじゃ、この中に犯人がいる可能性もあるね。諭されたぞ。とにかく無敗の刑事なのなら、犬ばっか頼ってないで、自分で推理しろや。うぶむ。旅館の宿泊客名簿の中に不審に思った人物はいなかったか。確か7号室の宿泊。ハンターという表記。あ、でも最先端はそれは。職業が、ジョブがわかるのは強い。ハンターなら銃とか所持しそう。持っていない。職業がハンターって普段何の動物をハントします？ハンターじゃん。ヘビ。みんな血の気引いてんだろ。ド直球だなぁ。もうこいつは凶悪だね。凶悪犯。温泉、プライベートは仕事に持ち込まん。発言する。このハンターこそ凶悪だね。こいつがルパンだ。なんてことやねん、このクソヘビ。ハンターだけで凶悪犯とは断定できない。他に目ぼしい客はいなかったからね。6号室に宿泊している部下の客がバールのようなものを、凶器じゃん。バール持ってるなら凶悪犯。この旅館には ATM も金庫もあるからね。やば。バールは売り物だ。犯罪用ではない。逆に犯罪用っていうやついないと思うけどな。バールは扉などを破壊するに有効だから大した凶器になるでしょ。バールだけで やべえな、こいつ。ね、こいつ、タバコ2個吸ってると思ったら、ヒゲか、片方。あ、向かいの荷物あったら調べ。あ、優秀。探偵だと？どこで探偵っていうのは？真実は一つ。決め台詞を持つタイプの少し面倒な探偵。確かに面倒くさい。ともあれ、今の状況でだろ？無敵の刑事がいる以上、探偵の存在は無に等しい。まあ、じゃあ、ヘビなんぞな。くれぐれも、盗む。500ゴールド盗んだ。今何か盗もうとしないか。僕じゃなきゃ見逃していたね。そんなことより、凶悪犯の手がかりだよ。他に怪しい結果は思い当たらないんかね。もう夜になる。本日の捜索は一旦打ち切ろう。ムカデのムカデはムカデでした。違う。6号室のムカデはムカデでした。7号室のハンターもムカデでした。1号室の探偵のヘビはどうでもいい。かわいそうに。結局無視されるのが一番悲しいからね。明日まで凶悪犯の野放し。心配いらん。そう、犬もいるから大丈夫っしょ。そうだぞ。これにてお開きとする。地上解散。パーン。呪いの温泉旅館に、嘘の温泉旅館に、足を踏み入れれば、数々の災い。その噂に間違いはなかった。しかし本当の災いは、
まだ始まってさえなかったことに気づいた頃にはもう、もう一回抜け出せなくないもん、すぐに。